水野です。で今日は4月3日ですね。で今日は今絶賛水道工事やってます。水道屋さん来てくれたんで、まあ大体金額が22万2250円になってますね。はい、いやー、1ヶ月分が飛びましたね。はい。まあ、なので、まあ、これで作業効率が上がると思うんですよ。で、作業効率じゃなくて、厳密に言えば、作業時間だね。だって、風呂入るのに、入りに行く時間、銭湯に行く時間作んなくちゃいけなくて、銭湯代去年ね、やっぱ出ちゃうね。特に夏場とかはボディーシートで我慢できたけど、やっぱ秋口は寒いから行っちゃう、やっぱり。なので時間とお金が節約できるん で去年コロナで銭湯も閉まるの早かったからさ、だからそういうところの効率だよね、時間で。あとはね、何が一番効率化を図るかといえば、俺のモチベーションの低下がないことです。だからまあ、そこら辺が今改善しつつあるっていうのはちょっとでかいかなと思います。で、今日の作業は、これから昨日切った、木をぶった切り、で、屋根に開いた穴、あれを全部塞いでいきます。コンクリートボンド買ってくるの忘れたけど、まあ一緒なわけで、ちょっとこれから、ちょっとうだうだしたらやっていきます。まだちょっと水道屋さんの道具が木材の上とかにあるから、架橋ポリとか、ね、あるから、と朝飯食って、遅いけど朝飯食ってからやりますわ。はい。